どちらか個人事業者でなんかこうチャレンジしてみたいってことですよね。まあ形は本当問わずなんですけど、はい、本当にもし今人手が足りてないとかであれば、はい、もう働かせてもらえたら、なるほど、ね、本当そういう感じで、あ、なるほど、はい、本当この事業に携わっていきたいなっていうのが一番強いので。そうですね、はい、やっぱりこうよく例えて言ってるんですけど、はい、まあ、ゴミの中から宝物をちょっと探すような感覚もあって、うん、やっぱり雇われてるとまたちょっと違うと思うんですけど、はい、やっぱり自分でやると、うん、あ、これ何千になるねっていう、はい、その積み重ねがちょっと出てきて、うん、はい、そこはちょっと、まあ、自分自身も経営している立場としては、うん、はい、まあ、やっぱ魅力あるなっていうのでちょっとやってます、はい、まあ、やっぱりいろんな方来るし、やっぱり撮影して公開することでそのやってること の, 物語もちょっと伝えやすいし、まあ、本当にこうやって来ていただけることも非常にありがたいで、だからまあ無差別って言い方変ですけど、まあ、来たいという方、まあ、も無条件でお話聞いて、で人それぞれやっぱ背景があって、やっぱ人脈も違うわけじゃないですか。やっぱりその出会いがないと、うん、次なる可能性っていうのはゼロに近いので、やっぱりこう引っ張り出す力は多少あるつもりなので、そこをもうちょっとうまく、なんていうんですかね、こう、あ、こういう描写なんでもうダメですっていう話じゃなくて、やっぱりつなげていくと何かしら接点があるかなっていう